フリーダムはアメリカ海軍の沿海域戦闘艦。沿海域戦闘艦のプロトタイプの一隻であり、ロッキード・マーティンによって設計されたフリーダム級沿海域戦闘艦のネームシップである。その名を持つ艦としては3隻目。偽装中の火災により収益が遅れたが、2008年9月18日に海軍によって公式に受領された。2008年11月8日に、 ウィスコンシン州ミルウォーキーで収益し、母校はカリフォルニア州サンディエゴである。2009年1月初旬現在、バージニア州ノーフォーク海軍基地で運用試験を進行中である。今後投入される作戦や具体的行動海域は非公開であるが、マラッカ海峡、アラビア海などでの海上テロ、海賊対策などに用いられると考えられている。 2010年9月12日、南カリフォルニア沖を航行中、右玄ガスタービン式のタービン翼飛散という重大故障を生じたことから、ディーゼル式のみによって寄港し、修理を受けることとなった。2021年3月31日、退役となった。読売新聞2009年1月10日長官。キャンバス。 クリストファー・ B ・ガスター・ビン・エンジン・オニ・ LCS ・フリーダム・ブレイクス。ネイビー・タイムズ、2015年5月30日閲覧。河村伊佐なり、どうなる米園海域戦闘艦建造計画、世界の艦船第737号、解任者、2011年2月、108から111ページ、イド400億1744万295。 フィスカルイヤー2021プロジェクテッドシップインアクティベーションスケジュール www.neavy.mil.2021 年4月11日閲覧ありがとうございます。